皆さんこんばんは。ボーっと見せちゃいます2展望 MC の佐野英美です。今節のボートレースツアー開設69周年記念 G1 ツッキー王座決定戦が開催されています。今日もこの時間は解説者の展望コーナーと選手のインタビューなど内容たっぷりにお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。ポイントを貯めて様々な豪華景品と交換、2ポイントクラブ。ポイントは様々な景品に交換することができます。電話投票会員になって会員登録するだけ。2ポイントクラブ、ぜひご入会ください。ではここからは浅香昇さんにお話伺っていきます。浅香さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今節は G1 ツッキー王座決定戦ということで G1 周年記念行われていますけれども、うん、まあ予選道中混戦となりまして、すごかったですね。もうだけどファンの人ね、はい、損した人が多いかなと思いますよね。もう毎週がね、はい、何本出たか分かりませんよね。ですね。うん、普通には珍しくね、1号艇がね、もう思わぬ負け方しますから大変でしたね。はい、そうですね。今日の5日目なんですけれども、まあちょっとどんよりとねしまして、そうですね、今月ね、はい、初日だけですよね、天気良かったのは。あとね、雨が降って、はい、風が吹いてっていう感じで、やっぱり選手の人もね、対応にやっぱり大変だったと思いますよ。うそうですね、はい、特に今日はもう雨結構強めに。そうですね、今日はもう雨と風と両方とですから、まあ、ちょっと走りにくいとは思いますよね。はい、そうですね。まあ、そういった中で5日目争われたわけですけれども、ちょっと地元勢苦しかったですね。うん、ちょっとね、エンジンで豊田君だけエンジンいいのを引いてるけど、あとはね、もう少しっていう感じのエンジンですから、ちょっと苦戦してますよね。まあだけど井口選手、豊田選手には頑張ってほしいと思いますね。はい、そうですね、はい、準優勝戦どうなったのか。では終盤カードは準優勝戦となっています。今日の5日目の結果ご覧ください。1レースの結果です。2レースの結果です。3レースの結果です。4レースの結果です。5レースの結果です。6レースの結果です。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。6艇揃ったスタートになっています。ほぼ横一線のスタート。1マーク1号艇茅原が逃げる、2号艇川崎さして、マークル3号艇秋山、マクリドさん5号艇稲田、内側から4号艇古賀、6号艇須を続く、逃げる1号艇茅原勇気がトップ、マクリザした5号艇稲田が2番手は優勢か。そして二艇審査3号艇秋山が続く、6号艇の須藤が4番手、スタートは正常です。2マーク2番手は握っていった5号艇稲田、ちょっと流れました。今度は2番手内を作った3号艇秋山が浮上、そしてこの内側から3番手の次は4号艇古賀、間6号艇須藤、アウトから5号艇稲田と3艇が横一線です。1マーク3番手の次、この争いに2号艇川崎も食らいつくが、握っていったのは4号艇古賀、切り込んだら6号艇須藤、最内は5号艇稲田が続く。7レースの結果です。1着1番、2着3番、3着4番。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇新田、5コース5号艇岡崎、2号艇山本が好スタート、1マーク1号艇新田が先制、マクル4号艇北間、切り込んだ2号艇山本、この内側から5号艇岡崎が続く、刺した2号艇山本が1号艇新田を捉えたか、判定審前に出る、あとは4号艇北間、内側から5号艇岡崎がついて、スタートは正常です。2マーク2号艇山本が先制する、5号艇岡崎回しから切り込んでくるのは1号艇新田、新田が内を突くんですが2番手までか、トップは2号艇山本が現在1点差リード、
1号艇日体勇者2番手から続く5号艇岡崎が3番手2番1番5番です。1マーク2号艇山本がクリア。1号艇日体勇士が握り込んで襲いかかってくるが内側からこらえるか2号艇山本。8レースの結果です。1着2番2着1番3着5番。内側から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1・2コース1号艇ブス島、2号艇松尾、6号艇カシノ、コースタート。1マーク1号艇ブス島先生、マクル4号艇原田、切り込んだら2号艇松尾、マクリザス6号艇カシノが続く。最右者5号艇河村、逃げる1号艇ブス島誠がトップ。2番手2号艇松尾博夢、あとは3艇審査アウトから4号艇原田、間6号艇カシノ、内は5号艇河村が続く。スタートは正常です。2マーク1号艇ブス島、2号艇松尾、そして5号艇河村回しから切り込んだ6号艇カシノ、このうち4号艇原田。現在6号艇カシノコーチが3番手3艇審リード、上位は1番2番6番です。1マーク1号艇ブス島、2号艇松尾旋回、6号艇カシノが3番先に待っていった、握ってくるのは4号艇原田。9レースの結果です。1着1番2着2番3着6番。内側から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。4コース4号艇中野、インから1号艇深川コースタート、角から出ていく、まくっていったのは4号艇中野次郎です。陰線1号艇深川、切り込んだのは2号艇西山、間6号艇川井割ってくる。トップはまくった4号艇中野次郎、2番手1号艇深川、そして6号艇川井が3番手から続く。あとは2号艇西山、内側から3号艇井口、外は5号艇中村、スタートは正常です。2マーク2番手6号艇河合が小回り、1号艇深川競り合った、切り込んだら2号艇西山、今度は内側から2号艇西山が一気に2番手に上がるか、6号艇河合が外から食い下がって内に進路を変えた1号艇深川、3艇による2番手優勝争い。1マークです。1号艇深川が追っつける、2号艇西山牽制した、内救ったのは6号艇河合です。今度は2番手6号艇河合勇気、1号艇深川智弘、静岡勢優勝争い。10レースの結果です。1着4番2着1番3着6番。内側から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。センター勢3号艇長岡、4号艇桐生コースタート。1マークセンターマクロートする3号艇長岡、逃げる1号艇丸野、マークイザさんは3号艇長岡、あるいは4号艇桐生、内側から2号艇平本、6号艇森野、マークイザした3号艇長岡が1号艇丸野取れるか、判定審前出る。この内側から3番手6号艇森野、あるいは外から2号艇平本、5号艇山口、スタートは正常。2マーク3号艇長岡先制した、握った1号艇丸野遅れました。トップは3号艇長岡亮也、2番手争いは今度はうち6号艇森野、相当1号艇丸野が並走です。1マークは3号艇長岡亮也がトップ、2番手6号艇森野が先決まっていった、1号艇丸野が差し返します。内を突く1号艇丸野和樹が2番手、6号艇森野正弘が3番手から続く、上位は3番1番6番です。11レースの結果です。1着3番2着1番3着6番。内側から1番2番ダッシュは3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇豊田ダッシュの、そして3艇もコーススタートを切りましたが、1マーク1号艇寺田が先制ターン、2号艇豊田が懐を切り込んでくる、豊田の差し、まくっていたのは3号艇山崎、逃げる1号艇寺田、刺した2号艇豊田2番手、そして内側から5号艇新田が続く、相当は3号艇山崎、4号艇船岡、6号艇吉田が続く、スタートは正常です。2マーク押し切った1号艇寺田翔がトップ、切り込んでくる2号艇豊田、そして5号艇新田、この内側から3号艇山崎です。今度は3号艇山崎が3番手優勢か、上位は1番2番3番です。
1マーク1号艇寺田翔がトップ、2番手切り替え3号艇山崎、握ってかわす2号艇戸田、2番手2号艇戸田、流れた3号艇山崎、内側から5号艇新田が接近です。内側から5号艇新田康明、外は3号艇山崎、絞っていった3号艇山崎が3番手優勢、第2カーマーク3番手らしい、内側から5号艇新田が先取っていった、握っていったのは3号艇山崎がかわす。12レースの結果です。1着1番、2着2番、3着3番。5日目のレース結果ご覧いただきました。なおレース結果につきましては主催者発表のものでご確認ください。 G1 筑紀王座決定戦優勝戦です。皆さん頑張ってください。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。ポイントはさまざまな景品に交換することができます。電話投票会員になって会員登録するだけ、ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。ではここからは展望に入ってまいりたいと思います。浅香さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第10レース特別選抜 B 戦のメンバーです。1号艇平本正幸、2号艇井口義則、3号艇船岡陽一郎、4号艇山口剛、5号艇中村亮太、6号艇吉田拓郎、ご覧の6選手によって争われます。さあこのメンバーですけれども、新入そしてスタートですけれども、うん、もう新入はもうね枠番通り、はい、もうこれは固定みたいなもんですからね。今節はもうずっとそうだというふうに、はい、話してましたね。一番の平本選手、ちょっと鼻切るかなっていうところありますよね、はい、また鼻切ってもらうのは困りますよ ね、 そうですね。それから井口選手ね、今節ねスタートあまり決まってないので、ちょっと平本選手よりは遅れるかなっていうところ、はい、それから船岡選手もそういうところですよね。それから4番の山口剛選手、なかなかエンジン出てますから、もう中野選手と一緒ぐらい出てますからね、だからここはちょっと鼻切るかなと思って、うん、5番の中村亮太選手、吉田拓郎選手とこういう感じになると思いますね。はい、そして1マークですけれども、ここは、うん、もうこれはもう平本選手がね一気に逃げてくれると思いますからね、はい、明日ね向かい風がきつくなる予定ですから、スタート決められるかどうかにかかってくると思いますけど、行ってくれると思いますね、はい、はい、それから井口選手が一番差しして、はい、それから船岡選手は外前っていう感じですよね、うん、あと4番の山口選手がこうまくりきる可能性もあるし、まあ、まくりきれなくればどこか入るとこういう感じになると思いますね。それから5番の中村亮太選手は山口選手に乗ってこうどこかへ入りたいなっていう感じで出てくると思いますからね、はい、それから6番の吉田拓郎選手はね、なかなか行くとこがないのでちょっとここは苦労かなと思いますね。どっちにしたってね、明日はねもう風がちょっと向かい風きつくなる予定ですから、もうスタートを失敗しないことが大事ですから、まあ1番の平本選手、まあインからねしっかりしたスタートいけば十分エンジン力ありますから、これで行ってほしいと思いますね。それから2番の井口選手に頑張ってほしいと、そういうような感じになってきますね。はい、はい、以上踏まえてです。ではフォーカスをお願いします。はい、10レース信頼ということでご覧の6点挙げていただきました。続いて11レース特別選抜 A 戦のメンバーです。1号艇山崎軍、2号艇河合勇気、3号艇森野正弘、4号艇西山隆弘、5号艇桐生純平、6号艇新田康明、ご覧の6選手によって争われます。さあここ11レースですけれども、ここも進入とスタートですが、うん、そうですね、まあ、1番の、ね、山崎軍選手がやっぱりちょっとスタート行って、あと2番から6番はほとんど変わらないかなというような感じになると思いますね。位置が少し花を切る。そうですね、ですね、はいはい、さて1マークですけれども、もう1マークはね、うん、山崎選手もう断然ですね、今日はねちょっとスタート溜め込みすぎましたね。そうですね、やっぱりね勢いがありましたね。もう優出したろっていう気持ちでおったので、はい、仕掛けが少し甘くなったっていうところありますよね。だからここはもうね、まあ、選抜になりましたけども、もうしっかりと行ってもう回ると、そういう感じになると思いますね。エンジンはね優勝戦に乗っても、はい、優勝できるぐらいに出てますから。あ、もうそれぐらい、そうそうそう、出てるから、だからもうここはいいんから、さっき回ったらもうしっかりいけると思いますよ、はい、もう明日ねこっちから風ブンブン吹いてますから、もう先に回ったら誰も来れないと思います、はい、うん、もう他を寄せつけない。そうです。これで2番の河合選手が一番出しして、
森野選手が外回ってというこうパターンですよね、はい、大体そうなってきて、うん、あと面白いのがねこの西山選手ですよね、西山君がどういう具合のレースするかですよね、はいはい、まあ、まだ3の上を行くか、うん、まあ、ちょっとこう控えてどっか差し場を見るか、うん、それから5番のね桐生純平選手、はい、超準優ね、いいとこあるかなと思って見てたんですけど、そうですね、ちょっと1幕ねミスりましたね。ここもねそのような一緒のパターンになるかもわからないんですけど、はい、エンジンはねほとんどもうトップクラスになってきましたので、桐生選手の腕だったら十分どこへでも行けますから、なかなか2丁まで面白いと思いますね。もう途中とかの期待 で、ね、6の新田選手はやっぱりちょっとここ苦しいかなっていうところありますね。なるほど、では以上を踏まえてのフォーカスお願いします。11レース勢いということでご覧の6点で挙げていただきました。 G1 チッキー王座決定戦優勝戦です。豊田選手頑張ってください。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。ポイントはさまざまな景品に交換することができます。電話投票会員になって会員登録するだけ、ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。続いて最終12レース王座決定戦のメンバーです。1号艇寺田翔、2号艇長岡亮也、3号艇中野次郎、4号艇丸野和樹、5号艇深谷智弘、6号艇豊田健志郎、ご覧の6選手によって争われます。でははじめにこちらのメンバーのインタビューをご覧ください。1号艇寺田翔選手です。優出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて準優勝戦振り返っていかがでしょう。そうですね、スタート立ち遅れて、まあ、なんとかギリギリ回れたっていう感じだったんですけど、まあ、本当スタートをねちょっとどうにかしないといけないですね。はい、これまで現状の船足ですが、今の仕上がりとしてはどうお考えですか。まあ、序盤に比べたら、まあ、全体的にかなり良くなっているとは思うんですけど、まあ、どっちかといったら伸び寄りかなっていう感じですね。はい、近況は悔しい思いもあったかと思いますが、はい、ここでファイナル1号艇です。どんな思いで臨んでいきましょう。そうですね、もうねこれ以上あのファンの皆様に迷惑かけられないんで、本当に集中していきたいと思います。はい、では最後に一言お願いします。はい、しっかり優勝して帰ります。お願いします。2号艇長岡亮也選手です。優出おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。準優勝戦見事なまくり差しでした。振り返っていかがですか。まあまあうまく回れたと思います。はい、改めて現在の船足はどんな手応えなんでしょう。まあまあ概ねバランス取れてどの足もいいと思います。特に気に入っている点などはありますか。まあまあ今日に限って手前も損なわずに上積みできたので、はい、概ね問題ないと思います。今節スタートに関してはいかがでしょう。まあ難しいですけどもいけるだけいってます。はい、2号艇です。コースも含めてどんなレースをイメージしていきますか。まあまあ勝負になるスタートいきたいと思います。そして G1 戦自身初優勝となりました。そのあたりいかがでしょう。まあまあ素直に、はい、嬉しいです。はい、では最後にファンの皆様にもメッセージお願いします。明日も全勝いたしますのでご贔屓にお願いします。3号艇中野次郎選手です。優出おめでとうございます。どうもありがとうございます。準優勝戦見事な角まくりでした。振り返っていかがでしょう。伸びていきましたね。はい、はい、改めてその船足全体の評価としてはどうですか。そうですね、もう何しても伸びはいいんですけど特に今日は良かったと思います。はい、中野選手はこれまで何を求めての調整が続いていたんでしょう。ちょっとねなんかグリップを求めてたんですけど今日思い切ってやってみたら伸びもグリップも来たんで、はい、これがベストなのかなと思ってます。はい、正解が見えてきたというところ。そうですね、はい、はい、では明日の優勝戦に向けてはさらに求めていきたいところや作業どうお考えですか。ちょっとまあ明日風も変わるみたいですし雨も止むような感じっぽいんで、まあ明日乗ってみて微調整かなとは思ってます。はい、3号艇です。コースも含めてどんなレースをイメージしていけますか。まあ 3コースあたりから行きたいなと思ってますけど、はい、では最後にファンの皆様にもメッセージをお願いします。精一杯頑張ります。
4号艇丸野和樹選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて現在のふなっしー、どんな手応えですか？そうですね、バランス型で、しっかりとしたふなっしーになっていると思います。初日連勝発進ときましたが、日ごとの変化はありましたか？そうですね、いろいろ迷走したりもしたんですけど、4日目5日目と方向性も定まってきて、はい、いいふなっしーになっていると思います。特に気に入っている点などはどうでしょう？そうですね、出足近辺ですかね、そこら辺はいいと思うんですけど、伸びに関しては、中野次郎選手はちょっと違うのかなとは思います。はい、期待しているファンの方も多いかと思います。最後にメッセージをお願いします。はい、最後優勝できるように精一杯頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。5号艇深谷智弘選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。改めて現状のふなっしー、どんな仕上がりですか？そうですね、バランス取れて良くなってきてるかなと思います。深谷選手のいつも求めているスタイルというのはどんなところですか？そうですね、起こしから行き足、ターン回り、回り足、伸びはそれなりに来れば戦えるかなって感じはします。そのあたり降雪はいかがでしょう？もうちょっと今一つまだ合わしきれてないので、そこをしっかりしたいなと思います。5号艇です。コースも含めてどんなレースを想定していきますか？5コースになると思いますけど、しっかり展開つけるような足にしたいなと思ってます。では最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、久しぶりに優勝できたので精一杯走ります。応援お願いします。6号艇豊田健志郎選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございました。現在のふなっしー、改めてどんな評価ですか？エンジンはいいので、はい、でも今は調整外してました。はい、もともと評判にあったモーターですが、その感触というのは序盤から？そうですね、はい、力強さはあります。はい、そして先ほど外していたというお話もありましたが、どういった点が？ちょっと回転が上がりすぎてたので、一幕も刺さったなと思ってたんですけど、ちょっと出口が回りすぎで、はい、ダメでした。調整あったときはどのあたりが気に入っていますか？今節の調整方法をやったら、行き足とか出足関係がとてもいいと思います。はい、明日優勝戦に向けてはどんな作業をお考えですか？いや、特に何も考えてないんですけど、6号艇なんで、伸びつけれるならつけたいですけど、はい、柔軟に行きます。伸びの反応は出そうなんでしょうか？いや、全く分かんないです。はい6号艇です。コースも含めてどんな戦い想定していきますか？それは6コースから、はい、行きます。前節この地元の津でルーキーシリーズ優勝で、また連続優勝となりましたね。嬉しいです。はい、はい、地元の期待もかかる一戦となりそうです。最後にメッセージお願いします。はい、最後まで精一杯頑張ります。お願いします。6選手のインタビューご覧いただきました。では展望に入ってまいります。佐々木さん、ここは新入スタートいかがですか？もうここはね、3番の、ね、中野選手、はい、今節もスタートキレキレで、そうですよね、もうむちゃくちゃ行ってますからね、はい、今日の順位ももう運を言わさず行きましたね、うん、それに持ってきてこのエンジンがね、瀬戸市出てますよね、はい、私ね、前回日から中野選手のエンジンは出てるって言ってたんですけど、もう全然へこむことなく毎日エンジン出てましたね。変わらず、もう最終的に最後までエンジン出てました。はい、はい、今日これ明日はね、ちょっと向かい風がブンブン吹きますから、もうそのスタート行かれたら、はい、ちょっとうちはたまったもんやないかなっていうような感じになってきますよね。 そうですね、そこへ持ってきて寺田選手、今節1号艇スタート全然決まってませんね、はい、本人はお客さんに迷惑かけないように行きたいって言ってますけども、どこまでできるかなというところがありますね。 はっきり言ってこれ簡単に言ったらもう1対3の対決っていう感じになってくると思いますね。寺野選手エンジン道中戦でもすごいエンジン出てますから、はい、追い上げも効く、そういう感じになりますから、1マークしのげば寺田選手の頭かなって、一気に行けばもう中野選手が飲み込んでしまうとか、そういうような感じになってくると思いますね、はい、だから1マークはもう1と3の攻防っていうようになってくるような感じになってくると思いますね、はい、気打ちというような、そうですね、中野選手はね、どっちか有利だと思いますよ。まくりきれなくてもまくり、まくり出し両方とで、はい、いけますからね、2番の長岡選手、回り足いいですね、こそっと回れば十分に3着の目もありますよね、それから4番の、丸野選手、丸野選手はもうね、中野選手につかず離れずでいけば
十分どこへでもこうね、はい、仕事ができる位置に持っていけばっていうところですよね。うまく騒いて、はい、それから5番の深谷選手、もう深谷選手も行きたいんですけども、もう丸野選手が先に仕事さししますから、なかなかその後からっていう感じになってくるとちょっと遅れると思いますね。この失敗せんことにはなかなか無理かなっていうところ。それから6の豊田選手、まあよう頑張ってくれました。はい、うん、優秀でして、まあもう6コースになりますけども、ちょっと苦しいかなっていうところがありますね。はい、はい、ではフォーカスお願いします。最終12レースです。1-3-2、1-3-4、1-3-5、3-4-1、3-4-2、3-4-5バトルということで6点挙げていただきました。さあ、 G1 開設69周年記念ツッキー王座決定戦、明日いよいよ最終日となりますね。そうですね、はい、まあ水面はねちょっと荒れそうですから、うん、ケンシロウ君に頑張ってもらうということでいきたいと思いますね。そうですね、はい、最終優勝戦6号艇ですけれども、うん、検討していただきたいですね、まあ、水面荒れるからね、うん、何があるか分かりませんよ、はい、はい。今夜の解説は浅香昇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。